ベイルが神竜のもとに聖騎士の指輪を戻したと。申し訳ございません。宿がついていながらこの体たらくと、青き風空の指輪も失ったと聞く。ことの重大さは分かっているな。はい。ベイルはどうしている？深く眠っておられます。しかし何度竜の衝動を強めても邪竜の娘たる人格が目覚めることがなく。あるべき自身の姿を否定するのだ、愚かなことよ。セフィア、これを持て。これは我の力を込めた魔法なんだ。お前の術の力を何倍にも引き上げてくれよ。我の力、そしてお前の術をもってしてベイルを完全なものとするのだ。サンブル様、あれには使い道がある。来たるべき時まで筒がなく務めよう。承知いたしました。全てあなた様の御心のままに。あのソンブル様、何もつかぬことをお伺いしますが、ソンブル様の御子はベイル様お一人でいらっしゃいますわよね。それは今はという意味か。はい。であれば答えはしかりだ。そうですわよね。やはり私の考えは杞憂でした。申し訳ございません。なぜそのようなことをと。ベイル様が生き残りのご兄弟がいるとおっしゃるものですから、真偽を確かめなくてはと。何でも渡された龍石が今も砕けていないとか。ほう。ですがソンブル様のお言葉こそまこと。ベイル様は何か勘違いをなさっていたのですわ。千年前ソンブル様の巫女たちは皆戦の中で散りましたものね。中でもひときわ優秀であった燃えるような髪と瞳の巫女様はうっすらと記憶にあります。確か名はセピアよ。はい。我は死した子らの名も顔もいちいち覚えておらぬ。だがそのものには我がとどめを刺した。はい。直後に我は倒れ封印された。お前はそのもののむくろを回収したか。いえ。では先ほどの質問の答えを変えよう。うん。答えはいいなと。もしも開口するようなことがあれば確実に消しておけ。そんな。ではやはりあのものが。船を手配してくれてありがとうございます、アルフレッド。いいんだ、礼なら母上に。イルシオンに向かうならとフィレネでも有数の性能のものを用意してくれた。フィレネ城やオートに変わりはありませんでしたか？ああ、僕たちがブロディアに向かってから城への襲撃はなかったそうだ。よかった。母上には指輪のことと各国の状況を報告しておいた。奴らが王の血を狙っていることも伝えたよ。モリオン王とハイヤシンス王の件は母上もショックが大きかったようだけれど。そうですよね。それからフルルの港での一件は王家から支援を惜しまないとのことだった。元の美しい港に戻るには多くの時間がかかってしまうかもしれないが、もう二度とあんなことが起こらないように早く邪竜を倒さないといけません。イルシオンに着いたらどうする？すぐに城を目指すか？そうしたいところですが、まずは情報を集めます。
指輪の数で勝っているとはいえ、返り討ちにされては元も子もありません。それから欲しい情報がもう一つ。もう一つ？ベイルが無事かどうか気がかりです。確かにただでは済まなそうだったな。本来の人格を消し去る気かしら。あの女ならやりかねないわ。ベイルは母さんの敵です。事情はどうあれ、その手が母さんを殺したことに変わりはありません。でも今は心配なんです。無事でいてほしいと思ってしまう。確かに同情の余地はあるように感じたよ。危険を冒してまで指輪をこちらに渡したのだから。罠って可能性もあるよ。全部演技なのかも。指輪を渡して信用させた可能性もゼロじゃないよ。一理あるな。今はまだ結論が出せん。それでも私はベイルを信じたいです。失礼します。神竜様、前方にイルシオンの船がこちらに近づいてきます。まさかシクが足止めに。奴らの姿は確認できません。しかし敵意を持っての接近であることは確かかと。この会場でうまく巻くことは難しそうですね。応戦しましょう。みんな戦闘準備を。